1分講座へようこそ。60秒以内に収まるように作っています。今回はストーブ内の灰の取り出し方です。ストーブ内の灰はそのままビニール袋などに取り出しません。一度バケツに移します。灰をスコップですくってみて、沖が混ざっていないか目で確かめ、灰の部分だけすくうようにします。このように沖が混ざっていることがあります。この部分はバケツに移しません。バケツはストーブの脇に置きます。燃えやすいもののそばなどに置かず、タイルやレンガなどの上に置いてください。